はい、こんにちは、サイです。今回は、キングオブファイターズのコラボがね、復刻するということで、全部詳細が発表されたので、見ていこうと思います。はい、新キャラの方が、ギース・ハワード、クリス、で、これは、七ヶ瀬・ヤシロかな？違ったらごめんなさい。で、シェルミー、こちらの4体が追加されますよ、と。で、一部のキャラクターが転生進化しますよ、ということで、草薙京と、月の夜、おろ、血の血に来るふいおり。闇の中、おろちの血に目覚めるレオナ。はい。で、あと、ドット進化とかありますよ、ということで、じゃあ、まず進化情報を見ていきましょう。今回なんか分岐がね、めちゃくちゃ多いんだよね。進化前は合わせると、だいたい4種類あるんで、まあ、全部コンプしようと思ったらね、4体ずつ確保しなきゃいけないっていう、結構とんでもない仕様になっているんで、まあ、廃課金の人はちょっと頑張らないといけないですね。はい。ギース・ハワードが、これが究極進化で、ドット進化が2種類ありますよと、なんかそのドットでかさ増しするのちょっとやめてほしいんだけど。はい。で、究極進化とドット2つ、これも一緒。で、あ、これは確か星5だから1種類だけっていう感じなのかな。はい。まあ、見ていきましょう。これスキルの、まあ、新キャラの方ちょっと一旦こっちの画像で見るか。多分強化内容とかは別にあると思うんで、新キャラの方の画像を一旦確認しましょう。ここかな？こっからですね。はい。ギースハワード、これが進化前ですね。悪魔、光、火、バインド、バインド、封印、7コン2個、無効貫通、攻撃キラー3つと、で、スキルの方が、一旦悪魔タイプの攻撃 1.5 倍、右縦を光に変化して全部ドロップをロック。6ターンで打てますよと。なるほど。エンハンスかけつつ全ドロップロック。結構便利ですね。リーダースキルが悪魔の HP2 倍、指2秒延長、光を5個つなげて18倍の固定50万。なるほど。お手軽ですね。そうだ、悪魔タイプか。まあ、悪魔タイプで光属性ってなると、まあ、結構絞られてくるんですけれども、まあ、スペックは高いのかなっていう感じはしますかね。はい。で、クリスの方が、バランス、闇、バインドバインド、スキム3つ、封印7コン3つ、シンプルに強いですね。スキルの方が、闇を3つ生成、1ターン指秒延長、これが3ターンで打てますよ。リーダースキルが76で、バランス全パラ 1.5 倍、闇7個つなげると 9.5 倍ということで、これ何本 ?14倍ぐらいっていうのかな。まあ、ネレの介護官っていうか、まあ、介護官っていうか、まあ、ネレはね、一応変身が必要なので、変身が不要の、まあ、76の闇リーダーっていうか、そういうイメージでいいかなって思いましたね。はい。で、七ヶ瀬ヤシロの方が、体力悪魔で、貴族性、バインドバインド、スキブ封印、回復キラー3つと7コン2つ。スキルが、ランダムでヒットキーを3つずつ生成、消さないドロップ覚醒無効状態5ターン回復、これが5ターンで打ってますよと、グリゴリーかなって感じ。はい。リーダースキルが体力の全パラ 1.5 倍、6コンボで12倍、キー比の同時で軽減の固定5万18倍出ますよと。で、最後、シェルミー。攻撃悪魔の光闇、封印、チーム回復2つ、グラサン、7コン3つと体力キラー。覚醒8個しかないんですね。スキルの方が、敵の行動、3ターン遅らせる全ドロップロック、6ターンロック上で落ちてくる。これは11ターンで打てますよと。リーダースキルが光闇の攻撃回復2倍、指2秒延長、光闇同時で半減の7倍ということで14倍出ますよと。まあ、星5にしてはいいリーダースキル持ってますね。で、究極進化後の、新キャラの方だけ確認しましょう。どうこうだ。どうこうだ。これですね。ギースハワードの方が悪魔光闇、バインドバインド封印、指10コン7コン LGLG。で、スキルは変わらず、リーダースキルが悪魔全パラ 1.5 倍、8コンボで10倍、光5個つなげると半減の2コンボ加算ということで15倍出ますよと。なるほど。全パラに補正かかって半減持ちか。相方は、やっぱファスカになるかな。ファスカオールマイトにちょっと近い形になりそうかなっていう気がする。まあ、悪魔で縛られてるんで、その辺がちょっとサブまだどうなるかなっていうところではあるんですけども、めちゃくちゃスペックが高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんか変身不要のファスカ、ファスカじゃないと、オールマイトっていう、なんかそういうイメージが強いかな。で、こちらが、究極進化のクリス。バランス悪魔で、闇、火、バインドバインド封印、無効管、指2つ、闇列3つ。で、これ、究極進化後が変身キャラになってるんですね。これは多分初めてのパターンかな。
で、スキルが2ターン、ダメージ無効、闇の攻撃5倍、変身、これが35ターン。うん、ここまで来るとさすがにね、もう初ターン変身かなりきつくなってくるんですけれども、本人もね、しかもスキル持ってないんでね、なかなか大変なんですけども。リーダースキルが闇7個つなげると、経験の11倍、バランス全払い 1.5 倍と。で、七カセや白の究極進化の方が、体力悪魔、キーヒー、バインドバインド、バインドバインドスキル3つ、封印、指プラス7コン3つと。で、スキルは一緒、リーダースキル、体力の全払い 1.5 倍、6コンボで12倍、キーヒーの同時で、軽減の2コンボ加算ですね。これ確か、進化前の方が固定ダメージだったと思うんで、まあ、進化前、進化後で組ませて遊んでねっていう、まあ、そういうコンセプトですかね。で、シェルミの 2P カラー、攻撃悪魔、光闇、封印、チーム HP2 個、お邪魔プラス7コン3つ体力キラーと。スキルは一緒、リーダースキルは、光闇の攻撃回復2倍、闇秒延長、光闇同時で半減7倍。これ一緒かな、さっきのやつと。まあ似たような感じですね。で、そして今回一部のモンスター転生進化しますよということで、まず主人公草薙京ですね。攻撃体力、火光、指プラス、封印、スキルプラス、追い打ち7コン3つ、悪魔キラー、攻撃キラー、めちゃくちゃ火力に尖ってますね。スキルの方が火回復の陣で、一旦回復力と火の攻撃が2倍、これが13ターンで打てますよと。強いね。リーダースキルが7コンボで軽減18倍、火の2コンボで軽減1コンボ加算。なるほど、ダブル軽減っていう感じですかね。はい。次、なんちゃらかんちゃらイオリの方が、攻撃悪魔、闇、闇ドロキを2つ、指プラス、封印スキル10コン7コン、スキルチャージバインド。なるほど。で、スキルの方が、ロック解除、6色陣、一旦指と攻撃タイプの攻撃力3倍、これが13ターンで打てますよと。リーダースキルが攻撃タイプの攻撃力が16倍、もう素で16倍か。すごいな。8コンボで回復力4倍。5色同時で、60% 軽減の固定50万ダメージ。ほー。なるほど。なんか、その、全部の条件がバラバラになってて、全部一緒に発動してようと思うとなかなか大変なんですけども、相方がまあコンボ加算の、リーダーとかにしてあげることができればかなりいいのかな。誰だろう。8コンボ、5色同時、やっぱオールマイトとかになるのかな。攻撃タイプ縛りなんでね、闇属性である必要ないので、まあファスカでもいいしっていう、まあそういう感じですかね。なるほど、いいと思います。で、なんちゃらかんちゃらレオナ、攻撃悪魔、闇火、指プラス、スキブ封印、スキルチャージ、ドラゴン、神、悪魔、マシンキラー、10コンボ強化ですね。で、スキルの方が HP 50% 減少、2ターン、属性吸収無効。これもともとダメージ吸収無効だったのかな。で、2ターン、攻撃と悪魔の攻撃力が3倍、13ターンで打てますよと。これあれですね、修羅の限界のボスのメノアでもなんか使ってあげると強いよっていうのが、もうそういう感じが結構見えてきますね。いいと思います。リーダースキルが、3色で軽減12倍、回復の5個十字消しで半減2コンボ加算。軽減と半減か。まあ、条件かなりきついけどね。火力自体は、ま、3色で12倍。まあ、でも最大が12倍だからちょっとリーダーとしては難しいんだけれども、まあ、耐久力がすごいあるよっていう感じかな。回復ドロップをいかに確保するかっていうところがポイントかなっていうふうに思いますね。まあ、リーダー運用はちょっときついかな。で、次、ドット進化もしますよと。新しく追加されたドットがね、どれだ？いっぱいあってわかんないんだけど。あ、ギースはこれ新キャラだから一応見ましょうか。悪魔光、バインドバインド、スキブ封印、無効感2個、80以上強化3個。スキルが全ドロップ6で、消せないドロップ5ターン回復、3ターン非常に軽いですね。リーダースキルがドットのみで組むと全パラ 1.5 枚7コンボで半減12倍、18倍出ますよと。で、2P からの方が悪魔の光、闇、バインドバインド、スキブ封印、7コン2個、ガードブレイク、スキルチャージ2つ。スキルの方が2ターンダメージ無効貫通の、ドロリフですね。これは25ターンで打てますよと。リーダースキルがドットの意味で組むと全パラ 1.5 枚3色で、15枚の2コンボ加算。じゃあこれあればあれかな。こいつらで組み合わせてっていう、そういう感じですかね。なんかそういうタイプの、キャラクターが今回多いっぽいね。次、ドットクリス。バランス闇。バインドバインド、無効感封印7コン2個、闇ドロキョウ3つ。
で、スキルが1ターン回復力 1.5 倍。これが1ターンで打てますよと。ほう。これもなんか、結構悪さしそうだな。なんか、いろんなところで使われそうな、そういう雰囲気があるな。リーダースキルが闇属性攻撃15倍。4色同時で半減5色で2コンボ加算。なるほど。まあ、そのまま闇属性であれば絶対15倍出ますよってことなんで、まあ、花火の周回とかでも使えなくはないのかなっていう感じがしますかね。で、ドット、炎の定めのクリス。バランスアーク、まあ、闇、火、バインド、バインド、無効感2つ、封印、ガードブレイク、列3つ。ああ、なんか、どうなんだろうな。ガードブレイクと、なんか列の要素を組み合わせるってなかなか癖が強いですね。スキルが一旦回復0になり、指2秒短縮へ上1列を闇に変化。これは3ターンで打てますよと。なんかあれですね。なんだっけ、名前が出てこねえ。つくよみのね、分岐の方となんか似たような、スキルになってますかね。リーダースキルの方が闇の HP 回復には闇ドロップを消すと4倍。3色で4倍。2コンボ加算。うん、なるほど。16倍出ますよと。まあ、全パラに補正がかかっての16倍っていう感じかな。はい。ドット、七ヶ瀬、ヤシロ。体力悪魔、木属性。無効感2個、スキップ3つ、封印、回復 L 字、L 字、七コン。とっちらかってんな。スキルが2ターン半減、ロック解除のヒーキー回復陣、13ターンですよ。リアスキルが8秒固定の、木の HP2 倍、攻撃6倍、木を6個つなげると3倍の2コンボ加算。なんかあれみたいだな。チェルンじゃないわ。なんだっけ。チャコルみたいなのがリーダースキルしてますね。で、2P カラーの方が、体力、悪魔、極み、無効感2個、スキブ3つ、封印、指、L 字、7コン。スキルが5ターン、ロック目覚めのバインド覚醒無効全回復、10ターンで打てますよ。リーダースキルが木の HP 回復2倍、攻撃4倍、木を6個つなげると軽減の 3.5 倍、14倍出ますよと。で、次、ドット、シェルミー、攻撃、悪魔の光。無効感2個、光列3つ、スキブ3つ、コンボドロップ。スキルが上1列光、下1列回復で、一旦回復と光攻撃3倍、12ターン。あ、強いな。こいつは普通に使えるな。星5にしてはかなりいいスキルもらってるんじゃないかなって思いますね。リーダースキルは光攻撃回復2倍、光6個つなげると8倍の固定1ダメージ。うん、これもなんか、なかなか使いやすそうですね。で、ドット草薙京の 2P カラー、攻撃体力ヒーヒー、火の列3つ、封印スキブプラス無効感2個7コン悪魔キラー、スキルが一旦回復と指 1.5 倍の、ランダムで火と回復を2個ずつ生成。これが3ターン。なんかあれですね、ノルザの変身しないバージョンみたいな、そういう感じですね。うん、まあギミック対策、変換量ちょっと少ないんですけども、ギミック対策要因としてはすごい優秀そうですね。リーダースキルが火の攻撃10倍、指2秒延長、6コンボで軽減の2倍、20倍出ますよと。あ、強くね。まあ、普通にコンボするだけで20倍出るのか、結構強いですね。はい、次、ドット、ヤガミ、イオリ、4P カラー、攻撃、悪魔で、闇キー、スキブ4つ、無効感3つ、列4つ。こういうの好きなんだよな。いいと思う。スキルが3ターン落ち込んなしで、ランダム闇4つ生成。2ターンで打てますよ。やばいでしょ、こいつ。スキブ素手4持ってて、スキル2ターンで打てんのか。これやばいな。めちゃくちゃ強いな、こいつ。欲しい。リーダースキルが6コンボで軽減18倍。闇を6個つなげると、軽減の固定1ダメージ。ダブル軽減ですね。ダブル軽減で18倍出て固定1ダメージか。結構いいですね。まあ、6コンボが闇6個以上つなげながらっていうのが結構きついかもしれないけどね。はい、ドットレオナの 2P カラー、攻撃悪魔の闇光、指プラ3つ、スキブ封印2個、7コン、無効貫通。で、スキルの方が、火、光、闇、回復、陣の2ターン、無効貫通、25ターン。リーダースキルが、3色で軽減18倍、闇4個つなげると軽減1コンボ加算。へぇー。こっちもなかなかいいですね。火力の出し方がすげえお手軽だし、ダブル軽減でそこそこ耐久力もあるし、HP しっかり持ってあげれば強そうですね。ドットだけどドット縛りじゃないっていうところもいいかな。
はい、ドットテリーの 2P カラー、攻撃体力、火、水、L 字3つ、スキブプラス7コン、無効感2つ、チーム HP2 つ、スキルが、消せないドロップと覚醒無効を1ターン回復で、1ターン回復力と火の攻撃力が6倍。なんか、すげえ変な感じだな。めちゃくちゃピンポイントっていう感じがする。これが14ターンで打てますよと。ただまあ、6倍のエンハンスさすがにね、バカにできないと思うんで、いいですね。一瞬の隙って感じ。攻撃体力の HP2 倍、攻撃4倍、5個 L 字消しで軽減の4倍、16倍出ますよと。で、ドット量の 2P から攻撃体力の光、火、光ドルキを3つ、スキブ3つ、封印、指プラス、無効感2個。スキルが一旦落ち込んなしにコンボ加算の上一列を光に変換、9ターンで打てますよ。リーダースキルが攻撃テープの全パラ2倍、ドロップを6個以上つなげると6倍の固定1ダメージ12倍。まあ、消す色なんでもいいんだけども、まあちょっと火力がマイルドっていう、そういう感じですかね。はい。ドット知らぬいまい 2P から多いな。めちゃくちゃ多いな。バランスタイプで、秘密、封印、指プラス、スキブ、回復努力を4つの無効感操作負荷。うん。スキルの方が3ターン防御0の、火、水、光、回復陣、11ターンで打てますよ。リーダースキルがバランスタイプの全パラ 1.5 倍、火以外を5個つなげると半減の8倍ということで12倍出ますよと。で、二階堂ベニマルのドット、攻撃タイプの光、無効感2個、スキブ2個、指、バランスキラー3つ。スキルが1ターン遅延の5ターン、指2秒延長8ターンですよ。リーダースキルは、まあこれ星5なんで、まあ別にいいかな。そんなに強いことは書いてないと思う。うん、まあまあいいでしょう。でも16倍出るんで、まあまあですね。ドットアンティボガード、水、攻撃の水、無効感2つ、泥鏡3つ、スキブ、水の列3つ。スキルが上1列水に変化して、水以外から火、光、回復を4つずつ生成。へぇー、面白いね。7ターンで打てますよと。リーダースキルは、8.5 倍だから、8.86、17倍出ますよって感じかな。で、ドットユリ坂崎の方が攻撃の光、無効感2個、列3つ、スキブスキブ、指。スキルが一旦無効の一旦回復と指2秒。うん、違う。一回振ると指2倍ですね。指定しました。これが13ターンで打ってますよ、と。リーダースキルはまあいいかな。ドットマミアアテナ、バランスタイプの光、無効感2個、スキブ4つ、いいね。7コンと悪魔キラー。スキルが一旦属性吸収無効の左縦一列を回復に変化。7ターンで打てますよ。次、これドット、何これ、なんちゃら減災。バランスの木属性。無効感2個、泥鏡2個、7コン2個、2体攻撃2個と。スキルが3ターン回復半減の、3ターン HP を 50% 回復、8ターンで打てますよ。まあ、ちょっと使いにくいかな。まあまあいいでしょう。ドットキング。バランスの水、無効感2個、スキブ2個、7コン、回復攻撃マシンキラー。スキルが3ターン1コンボ加算の覚醒無効全回復8ターンで打てますよ。ドットキムカッファン、攻撃タイプの木、無効感2個、スキブ3つ、指、体力キラー2つ。で、スキル1ターン木の攻撃 1.5 倍の右縦2列を木に変化10ターンで打てますよと。うん。で、ドットタクマ坂崎、体力の光、無効感2個、スキブ3つ、マシンキラー7コン、コンボドロップ。スキルが一旦回復と火と光の攻撃 2.5 倍、左を光、右を火に変化、13ターンで打てますよと。で、ドットビリーカーン、バランスの火、無効感2個、泥鏡3つ、縦追い打ち、コンボドロップ2つ。スキルが盤面外周を火に変化。このタイプのスキル、久しぶりに見たな。で、左から2列目の縦1列を回復に変化。へぇー。なんかまた変わった内容のスキルですね。いいと思います。13ターンで打てますよと。なんか原作表現なのかな。で、最後、これがクリスの変身後の性能になってますね。バランス悪魔、闇、バインド、無効感2つ、悪魔、攻撃、体力キラー。はい。で、スキルが、ランダムで闇6個生成。ターン。マジか。まあ35ターンの変身キャラなんでね。
リーダースキルが闇7個つなげると軽減の15倍、固定50万ダメージ、バランスの全パラ 1.5 倍と、22.5 倍出ますよっていう感じかな。強えな。まあそうだな、ネレと組み合わせて使うのが一番理想的かなって思うんだけど、まあスキルが多分とんでもなくしんどいと思うんで、そこはちょっと要精査っていう感じですね。はい。うわ、やべえ、もう20分経ってる。すげえな。すげえボリュームだったな。マジか。これ見たな。進化情報。これの、何を見ればいい？超覚醒を見ればいいか？もう覚醒だけささっと見ていきましょう。ギースの究極ですね。7コン80以上強化 L 字。あ、7コン。めちゃくちゃ火力出るな、こいつ。10コン、7コン、7コンで L 字組んだら多分、とんでもないことになるな。ドットが、あ、まあ、一緒か、これ全部。一緒ですね。で、クリスの方は、これは変身キャラなんで何もついてない。で、これがドットですね。指プラスと、グラサンと L 字。で、ドットクリス、これも一緒かな？一緒ですね。で、ヤシロの方が、雲と操作負荷と無効感。あ、無効感つけたら強そうかな。これも一緒ですね。はい、全部一緒。で、シェルミーの方がバインド体力キラー L 字という感じですね。で、この辺が、転生進化とかドット進化しますよ。多いなぁ。マジで多いなぁ。すげえなぁ。はい。草薙京の方がバインド6耐性無効感。で、ドットの方がバインド7コン無効感。イオリの、これは究極じゃない、転生進化の方がガードブレイク7コンお邪魔。あ、7コンつけたらこれも火力すごそうですね。で、ドットの方が7コン L 字操作負荷。で、なんちゃらレオナが、7コンとバインドとスキブプラス。あ、スキブプラスでスキブ3つにできるの熱いですね。ドットのこれは 2P の方が回復縦追い打ちとバインドと7コン。ドットテリーの 2P が操作負荷7コンチーム回復。両坂崎 2P の方が、あ、スキブ5個になるね。あ、強いね。俺、両坂崎持ってないんだよな、一体も。これちょっと複数欲しいっすね。操作負荷と回復 L 字。で、知らぬ今井がバインドと10コンボと回復 L 字。ベニマルがバインド7コン操作負荷。アンティボガードがバインド7コン L 字。ユリが、バインド指プラス回復ドロキョウ。アサミアアテナ、マミアアテナ、7コンボ悪魔キラ回復 L 字、なんちゃら元斎さんが毒耐性プラス2体攻撃クモ、ドットキングがバインド回復キラ攻撃キラ、キムカッファンバインド80助強化毒耐性プラス、タクマ坂崎バインドコンボドロップ L 字、ビリーカーンがグラサンスキブプラス7コン、これがダンジョンドロップのドットオメガルガールの 2B からですね。あ、これ性能見てなかったか。あ、まあ一応見とくか。ランダムで闇お邪魔を6個ずつ生成、闇ドロップ強化、リーダースキー闇9個つなげると5倍、ドロップの効果 LGC で半減の4倍、20倍出ますよ。無効感無効感7コン、指スキブスキブ、攻撃キラー、体力キラー、聴覚性がバインドと、お邪魔のカゴとスキブプラスですね。で、スキル内容調整が入りますよと。草薙京が、これが転生の前の方ですね。究極の方が、目覚めが2ターンから8ターンに伸びますね。で、テリーの方が、バインド化成無効が3ターンだったのが全開になってますね。で、ドットテリーが7ターン、両坂崎が4ターン、ドットの方が12ターン。で、これが究極のレオナの方が1ターンの吸収無効が2ターンになりましたよ。で、エンハンスも2ターンになってますね。で、ドットレオナの方が10ターンになって、これはなんだっけ、なんか、ドロキョウの目覚めかなんかだったかな。6ターンが3ターンになりましたよ。で、ドットが8ターンになりましたよ。で、これは究極の八神イオリが、五色陣でドロキョウで1ターン2コンボ加算がつきましたよと。で、ヤガミイオリが11から8になりましたよ。ベニマルが8から4になりましたよ。アンティボガードが10から6、ユリが10から7、アテナが12から8、ゲンサイさんが9から6、キングが13から9、キムカッファン10から5、タクマサカザキ20から13、ビリーカンが9から7と。はい。ちょっと待って、疲れてきた。はい。で、リーダースキルの方が、テリーの方が、
火光の同時で軽減の3倍で、火を5個つなげると6倍の2コンボ加算ということで18倍出ますよと。で、両坂崎が、4色で軽減の5倍、光を6個つなげると軽減の4倍、ダブル軽減で20倍出ますよ。はい、知らぬい舞が、火と光の攻撃回復が2倍だったのが 2.5 倍になって、7コンボで軽減 4.5 倍。これ何倍？9の12の 12. 何歩かぐらいですね。はい、で、覚醒スキル調整。無効感が素でつきましたよ。で、ドットが、スキブが1個増えたのかな。で、テリーが、クラミ耐性プラスと10コンボがついてますかね。そうですね。で、ドットテリーが、スキブが増えてますね。で、両坂崎がスキブと、毒耐性プラス、で、ドットの方がスキブと指、で、マルチブーストも増えてる。で、究極のレオナが、スキルチャージが2個目がついてる。で、ドットレオナが、指が1つ増えて、体力キーが2つ増えてますね。で、知らぬい舞がスキブと7コンがついてますね。で、ドットの方が、スキブが4になってるね。へぇ。で、八神伊織の方が、お邪魔耐性プラスと7コンがついてますね。で、ドット八神伊織が、何が増えた？無効感と攻撃キラーが増えてますね。二階堂ベニマルが無効感とお邪魔耐性プラス。で、2P カラーが7コンと L 字2つ。アンティボガード、回復 L 字縦追い打ち7コン。で、2P が無効感とグラサン。ユリが、コンボロープ2個。で、2P カラーが、回復量強2個ですね。アテナが、スキブ2つと7コン。2P カラーが、攻撃体力バランスキラー。玄斎さんが、無効感2個と体力キラーで、 3P カラーが2体攻撃2個とマルチブースト、キングが列3つで、 3P カラーが2体攻撃7コンと無効感ですね。キムカッファンが7コン3つで、キムカッファンが、ガードブレイク10コン操作負荷、タクマ坂崎が、スキブとチーム HP2 個で、 3P カラーがマシンキラー2つ、ビリーカーンが攻撃キラー2つで、 2P がダナコン2つで、ボスのですね、オメガルガールが、指とスキブが増えてる。で、ドットの方が、指スキブ7コンお邪魔のカゴがついてますね。で、煙突に対応しますよ。この辺はもうちょっとささっと見ていく感じで、星5が全部対応してるっていう感じかな。はい、ドットオメガルガールが、スキブつくのか、スキブ何個になるの、4つか、無課金で4つ持ちにできるってことか。はい、っていうことですね。すげえボリュームだなおい、ちょっと待って、これさ、石5個だろこのガチャ。もうなんかモンハンとかもそれぐらいやってくれよ、マジで。なんでこんなことになるの、意味が分かりません。こっち引くでしょ、その単純性能だけで言うんだったら。石1個のやつと星6確定と、今回は確定クリスですね。クリスが確定パックになってて、その代わり、交換所では交換できないという、そういう形ですかね。交換所の情報はあるかな、これかな。ネオジオミニが手に入りますよと。バインド耐性、マインド指、火、水、木、光、泥、強。で、スキルが、火、水、木、光、陣の十字に回復を一つ生成。なんか、不思議なスキルだな。なるほど。アケコンをデザインしてんのか。多分そういうことだな。いいじゃん。なるほど。面白いね。で、指と、この泥強が、ボタンでこう押すって、そういうイメージで作られてるんですかね。これいいっすね。面白いな。はい。で、交換所でギースと、七ヶ瀬八郎。で、クリスは交換できませんけども、確定パックで1個は手に入りますよっていう感じかな。疲れた。すげえボリュームだったな。もともとキャラが多いっていうのもあるけども、ドット進化でかなり、かさ増し、これをいいと取るか悪いと取るか、人によると思うんだけども、ものすごいボリュームでしたね。で、これが石5個のガチャで回せるんで、かなり、
いいコラボなんじゃないかなって思いました。その単純なその性能だけで見たらね。そうか。本当なんかモンハンとかも本当にこれぐらいやってほしかったな。はい。ちょっと長くなっちゃったんですけども、よかったら皆さんの感想を聞かせてください。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。まあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。